なんとかかんとかタイニーローズ、はい、ということでね、2020年やってきました。まあ題名の通りにね、今年初のスノボに行きたいと思います。こうやってね、準備もモンパンで、ちょっと待ってね、ということで、はい、やってきました。やっと使います、僕のボード。まあ向こう着いてからまた説明しようと思ってるんですけど、まあとりあえずね、もう去年の長野行ったまんま、まあ一応あれはしとんだけど、手入れはしとるけど、まあこんな感じで、まあ今、朝の5時半、今から大分の方まで行って、まあ雪は少ないんですけどね、まあとりあえず滑っていきたいと思います。よいしょ、レッツゴー。その辺り止めて、あーそうだな、酔っ払ってんじゃない、平気で。ちょっとシャー着きましたねはいはい多すぎ、何時今、何時かかってる、9時、何時間かかったっけ、5時半からやけ、2時間半ぐらい、5時半で出てるってことは、ヨッシュが3時間6時半そうですね、ヨシペペ君がちょっと寝坊しちゃったんで、ちょっと4時間かかっちゃいましたね、はい、おいおい、俺んち来たの4時、お前あそこ止めた、そうよ1年ぶりの1本目ということで、ちょっと緊張しますが、頑張っていきましょう。はい、ということでね、1本目滑っていきたいと思います、ちょっとね、GoPro で声聞きづらいかもしれませんが、ご了承お願いします、最後滑ったのは、まあ、先ほども言いましたように長野県が最後になります。でもやっぱ今年2020年、2019年から2020年の冬は、まあ、雪が少なくて、まあ、ここ大分もね、やっとやっと、まあ、雪を、あのね、人工雪を降らしてやっとオープンですね。まあ、本当は広島の瑞穂行こうと思ったんですけど、まあ、雪がなくてね、あーってこう止まりますよね。まあ、この止まる感じも懐かしいです。はい、ということで。まあ、雪国じゃない、まあ、自分福岡でね、まあ、雪のない県で、まあ、どんだけ滑れるか、今日はね、それをいい感じに見せていけたらいいなと思います。では行きましょう、ゴー。Shining, cause when I let me, baby, don't you see I'm shining?
はい、お疲れ様でした。ということで、今日はね、初滑りに行きました。大分県九重の、スキー場に行ってまいりました。で、今はね、ダフェというところで温泉入って、まあ、汗を流して今から福岡に帰ります。まあ、今日は一回もこけませんでしたね。やっぱ覚えてます、体は。ね。ということで、やっとスノボーの企画を撮ることができました。まあ、本当は今年もね、まあ、長野行けたらまた動画に収めたいと思うので、まあ、この動画が良かったらチャンネル登録といいねお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あと SNS の方お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。